皆さんこんにちは、ダディチャンネルのマミです。はい、今日はですね、もうすっかり冬になりましたシンシナティなんですけれども、もう街はクリスマス一色なんですね。なので今日は私も頑張ってクリスマスツリーを出したいと思います。はい、こちらが段ボールに入っているクリスマスツリーなんですけれども、 7.5 フィートと書いてあります。 7.5 フィートっていうのは228センチかな。ちょっとね、ガムテープがあって見にくいんですけども、はい、こんな感じのクリスマスツリーになります。で、今から開封して組み立てていきたいと思います。はい、まずはこちらですね、開封しました。一番トップの小さい子、それから真ん中の子、それから一番下の土台となる子と3つの部分に分かれています。そしてこの一番奥にあるのが、スタンドですね。もうこれだけ大きいクリスマスツリーなので、もう途中で場所を変えることは不可能なのね。まず一番初めにどこの位置に、お部屋のどこの位置に、クリスマスツリーを飾るかっていうのをしっかり決めてから作っていきたいと思います。はい、では一番まず下の土台からやっていきたいと思います。これが重いんですよね。よいしょ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 、うわー、できたできたできた、すごい、はあ、一気に広がりました。さてここからですね、もうちょっとこっちに行っとくか。よしよしよしよ、はい、こんな感じかな。さあここから、細かく、この枝というのかな、この木を広げていきたいと思います。頑張る頑張る。はい、やっと下の部分が完成しました。わさとなってますね。なんか木のブッシュみたいな感じになってますけど、やっぱこれじゃあなんか変な感じですね、家の中にあるっていうのは。さあさて中段、もうちょっと頑張ってやっていきたいと思います。はい、中段が終わりました。もうすでに私の背丈を超えています。さて最後のトップの部分をつけてみたいと思います。はい、それではトップの部分を乗せていきたいと思います。よいしょ、ちょっと怖いね、よっこらしょしょ、にゃーい、よし、はい、完成です。はい、それでは次にですね、ライトの方をつけていきたいと思います。ビヨンビヨン、はい、ライトがつけ終わりましたので、次は一番楽しいオーナメントの飾りの時間になります。ではどんどんつけていきたいと思います。はい、どうでしょうか。大体のオーナメントがつけれました。で、あとね3つなんですけども、ちょっとご紹介したいのがこちらですね。はい、こちらは息子が2016年に描いた絵をオーナメントに作ってもらいましたね。絵を描いた、その絵を残すのもいいですけど、こういう絵をまた違った形にしてね、残してあげるのもいいかなと思って作ってみました。あとですね、こちらなんですけれども、はい、ちょっと見にくいんですけど見えますかね、中に、息子が入ってるんですけれども、はい、こんな風にね、オーナメント手作りで写真を入れてね、オーナメント作っても可愛いかなと思って作ってみました。はい、それではこの2つと、あと最後のトッパーをつけてみたいと思います。じゃあこれをこの辺につけましょう。そしてこれはちょっと外れちゃったので、さあこれはどの辺に正面の方に飾ってみましょう。はい、そして最後のトッパーですね、こちらの方を一番トップに飾ってみたいと思います。よいしょ、届くかな、せーの、あ、ちょっと届かない、よいしょ、こっちに来て、あ
最後、今ほとんど下見えないんですけどね、ツリースタートをつけてみたいと思います。はい、ということでこちら完成しました。何時間かかったでしょうか。2時間ちょっとかかりましたかね。はい、ということで全てのオーナメント、今年のテーマは、ブルーとシルバーの2色で、クリスマスツリーを飾ってみました。それでは最後の点灯式に移ります。では行きます。3、2、1。でしょうか。今年のライトはブルー1色にしてみました。毎年やっぱりなんかちょっとテーマを変えていろいろ違う形でデコレーションをしたくなるんですけれども、今年はブルーでかっこよく決めてみました。どうですか。はい、ということで、私の大好きなスノーマンちゃんを飾ります。はい、かわいいでしょこの子。皆さん見ててくださいね。足がとっても長いですよね。いきますよ、せーの。こんなにちっちゃくなっちゃうんです。かわいいでしょね。この子本当にあの5年ぐらい、もっと前かな、8年ぐらい前に購入したんですけど、とっても気に入っているんです。背が高くなったり小さくなったりするんです。はい、ということで今日はクリスマスツリーを飾ってみました。今日もご視聴どうもありがとうございました。ダディチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。このチャンネルの、動画がいいなと思われたらぜひいいねをよろしくお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね、バイバーイ。